ベトナムフードインダストリー、ビーフォン、バインダークア、米の乾燥麺に粉末スープ、フライドオニオン、ネギ、調味料がついています。麺は茶色く幅12ミリの扁平形状です。バインダーとは米粉をサトウキビの汁で練った麺です。甘くはありません。もちっとした歯ごたえで存在感が大きいです。煮戻しは3分でも柔らかさは均一で製造品質はいいです。スープは無色透明に近く玉ねぎの香りが強いです。辛い刺激はほとんどありません。クアとはカニのことですが、全然カニの味はしません。わずかにエビのような匂いがします。優しい味である反面、麺の重厚さに対しスープが負けているように感じました。同社にはレトルトのグツキ高級バインダークアもあるようなので、ぜひ探して食べてみたいです。